なんか寒くなったよね、やっぱり。着ればいいよ。着ればいい。杉ちゃんすごい格好だよね。いいでしょ。すごい格好だ。新しいの買ってます。見せてあげようかみたいな、ね、大丈夫。大丈夫。今度みんな、あの杉ちゃん今度カメラの前に登場するらしいので、はい、お顔を整えてる準備してるらしいんで、今、あのね、楽しみにしてください。はい、今日の話は、体を温めてですね、体を温めて、あの甲状腺ってわかりますかね。甲状腺のホルモンってめっちゃ輪郭に大切なんですけども、体を温めることによって甲状腺のホルモンっていうものをしっかりと使えるようにするって感じかな、していきましょうという話です。はい、しきちゃん、はい、うん、寒くなってさ、うん、今季体温上がるんだけど、あれって何で上がると思う？黄体ホルモンの仕業？黄体ホルモンの仕業って仕業なんだけど、黄体ホルモンが直接上げるっていうよりかはさ、まあ関係するとこいくつかあるんだけどさ、甲状腺ってわかる？知ってる。甲状腺腸みたいなやつでしょ。そう、甲状腺。甲状腺って、こちらが、そうなんですよ。その実はさ、これのホルモンの、その、まあ、T4 と T3 っていうのがあって、これがなんか変換っていうのかな、するんだけど、T3 の方ですね。これによって、まあ、体温が上がるっていうようなイメージなんですよね。だから、例えばホルモン出てんだけどさ、体温上がらない人っていたりするわけじゃん。うん、まあ、そういう人もまあいるんだけど、それはまあ、これがうまく働いてないっていうような状況になります。ですね。で、甲状腺がね、それこそその、うまく働かない理由ってのがたくさんあるんですよ。これなんかキリがないぐらいめっちゃあって、それこそなんか副腎の問題だとか、それこそいつも話してるミトコンドリアの問題だとか、まあ、細胞膜の問題だとか、なんか材料の問題だとかって、もうキリがないぐらいたくさんのあって、いろんなものが合わさって体温が上がる一個一個の、なんかこれのさ、細胞膜のこの難しい話していいと思う？しきちゃん、なんかちょっとね、なんか今離脱しそうな気がするよね、これね。何の時間かちょっと考えてる。いや、どこまで説明すればいいかなっていう感じなんだけど、細胞膜の中なんですよ。中に働いて、まあ、核的なものになんかいろんなこの働きをして、それを使ってなんかタンパクをうんぬんとか、そんな感じのやつなんですよ。これタンパクって重要なんですって言ってね、タンパクって重要なんですね。まあそういう働きで、まあ、この働きによってその化学的なこの反応がたくさんあって、体温が上がるっていう作用もあるっていうふうに思ってください。まあ、妊娠するにはこの T3 めっちゃ重要。本当にね、もうみんなのこう、なんかどっか T3 って書いといてほしいぐらい、すっごい重要だったりします。っていう形なんだけど、ここのね、体温を変換させる一つの要素として、はい、なんだ？温泉。違う。温めるというか、これがさ、これ×なんだ。そう。温泉とかさ、じゃあこれは何？セーターですね。セーターだから温める保温ってやつだよね。はい。そう、温泉とかで温める、まあ、バツでもないんだけど、三角かなこっちはね。で、セーターこういうのはバツじゃなくて自力で温める。自力で温めるっていう作用によって、ぶっちゃけこれ変換されます。本当変換されやすくなるっていうイメージなんですよね。これすごい実は大切だと思いますね、ちきちゃん。うん、まあ、自力で温めるっていうところが、この変換を促すことによって、これがねしっかり出るとね、代謝が上がるんですよ。細胞内の代謝が上がる。なんかそれこそさ、この細胞膜の中にあるこのミトさんいるじゃないですか。ああ、ミトコンドリア。ミトコンドリアなんですよね。これとかっていうのは、要するに 36ATP ぐらい作る。 ATP ってエネルギーだったよね。この T3 が行くことによって、やっぱりこのよりこうブリ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 の力を出すっていうことを考えますとね、まあ、大切なんじゃないかなというふうに思います。なので、まあやっぱお灸だね。で、お灸なんかいい話があってさ、さっき子宮ちゃんと話してたんだけど、2回ぐらい卒業してる人だよね。2回ぐらい卒業してる人でさ、まあ1人目授かって、で2人目頑張ってて、今妊娠中っていう方なんだけど、30週ぐらいかな、もう2人目も30週っていう形。まあこの頃からこういう人すごく多くて、まあものすごく感慨深いこういう人っていうのね、感じなんだけど、この頃はそれこそ冷え冷えだったのはさ、そのずっとお灸やってるわけじゃないですか。しかもピンポイントに足とかにこうやるわけですよ。背景とかさ、そういうツボずっとやり続けるとさ、来るときはこの時期ね、比較的寒い時期だから、こういう人でもやっぱり冷えてたりするんですよ。外の冷えてた環境で出ると冷えるっていうのは正常なサインなんだけど、次に温めたときにどれだけ早くスイッチを切り替えられるかっ
ていうところなんですよね。で、やってみると、ここにね、やった瞬間、それこそ温かくなるぐらい反応がいいっていう形なんですよね。これも皆さん意味がわかりますかね。細胞がそれぐらい反応してくれて、まあ主に神経だよね。ここで言う。神経っていうめっちゃエネルギー使うところの細胞が、すごくこう働いてくれることによって、体温がこうワッと上がるっていうような形なんですよね。って考えると、なんかやっぱりこれ、過去の動画ぜひ見ていただいて、ね、本当にお金がかからなくて、手間はかかるけど多少ね、それでも1日5分だよね、慣れたらね。5分とか、しくちゃもやっててね、うん。寝る前とかにやったりすると、やっぱ体の代謝上がって、先ほどの、今日の重要なテーマは、サイロキシンからトリオードサイロニンっていう、こちらに変換しないとうまく働けないんだよね。たくさんの要素はあるんだけど、体を温めるっていうこと、体温を上げるっていうことが、これの大きな大きな一つの要素になるんだなというふうに思ってください。みんなも頑張りましょう。ね、はい。どう、しきちゃん、はい。今日の話、難しかった。ちょっと途中でね、眠りそうになったよ。もう一瞬で。だから最近その、ほら、外部のさ、講師が多いじゃないですか。仕事としてなんか先生って教える仕事なんですよ。臨床もちろんやってるんだけど、なんかもう本当に週の、下手したら3本とか4本とか講座があったりして教えたりするんでね。なんか、だんだんその、なんだろう、どこまで何を伝えればいいのかっていうのは分からなくなって。できてるんでね、ちょっとだからぜひコメント欄ね、コメントください。こんなの聞きたいですよとかって教えていただけると、それに合わせたものってまあ提供できるかなと思います。またやっぱこれだね、グッドボタンね、グッドボタンを、なんかね、グッドボタンって言ってなかったじゃないですか、うん、グッドボタンをしてくださいって言うとね、やっぱ増えるんだよね。ありがたい。そうなんですよ。やっぱりそのグッドボタンとかコメントとかって本当励みになりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。